実は、あ、それはね、皆さんは男であれ女であれ、人間以外であれ全部うちのコピーだし、地球から産出したものは全部うち由来やから、だからもう何からでもね、うちは再生できますね。お土なんか関係ない、藤原なんか関係ないと思っているあなたから、今これをご覧のあなたから、アマを再生することはできますし、あなたもみんなも再生できますよ。もちろんコピーやから安定性が悪いだけね。安定性高めようと思ったら、それはお辻家、まあ、うちの近い親戚からうちを再生した方が安定性は高まるけど、うちからうちを再生するよりかは安定性低いわね。だから加藤明日香とか、あるいは真由子とかが昔珍重されたのかな。で、今回うちめっちゃ安定性あるでしょ、この世界安定性あるでしょ、だいぶ安定してきたけどね。うちコピー出身やねん、うちあなた方出身やねん。実はうちの妹の加藤明日香出身やねん、この浜は。そのうちのコピーの一人やで、いくら妹や言うても、その加藤明日香から再生した、つまりコピーから再生した、実の妹から再生してるから安定してる方が割といい方やと。毎回最終回って言ってるやろ、そういう意味やねん。実はガビンゲビョンやろ。ほら鈴木千奈美とかな、あと長野めとかえなこからも再生できるんですか。余裕余裕余裕で再生できる、あの辺やと。根尾明選手から余裕で天は再生できるよ。しかも女性としてちゃんとな、あの辺は親戚やから。で、あと正田美智子、小和田雅子、あの辺からもう余裕で再生できるし、あと加古真子、加古真子からならもう超余裕で再生できるね、うちは誰からでも再生できるんだけど、わらわらって覚えろ。うん、そうや、だから今説明したよ。うちに顔に出たらかなりの確率で高い安定性を得られる、うちが再生できるよ。うちの顔と離れてる顔からむずいよ、むずいだけだから安定性悪いよ、うちからうちを再生するんでなければ。ちか娘産ませてや、それが一番安定するんだから、何もかもな。いや、それは高齢出産言うてもな、その女として消耗してへんから言わせてもらえば絶対消耗してへんやろ、女の部分は。いや、高齢出産に該当しないかもしれへんやんか。それは法律やし、令和やから、高齢になったら他の遺伝子のチャンスやれって契約に過ぎないから、うちの場合その契約は関係ないかもしれない。いざとなったらどうせうちの新しいバージョンできたから、またオーディンが次この遺伝子を入れるからとかはいとか言ってな、あの世でな、そんな話するやつめなあ、それと文句言うな、好き勝手させてくれお前って言ったら思ってんのやろ、言ってんのやろ。それがダメやねん、そこを改正するためにコピーからやけど、何回もやり直してたやん、このストーリー文をな。明日だよ猫セット、ほんまの名前のあるな、このセットの名前、アスカセットって言うたりな、神宮皇后セットとか、なんかいろんな名前がついてんねんけどな。トンボは何セット、アマはセット、まあ一番しっくりくるけど今はな。でもかつては浅田よ猫セットが一番しっくりきたから、うちやったらアスカセットが一番しっくりした時期なわし、まあ、ひとしとアスカセットのどっちかを、それは量子科学なんだよねとか言ったわけわからん自我の違いでしょ、それは。じゃあそれやったらね、じゃあアスカっていううちの妹にはひとしの自我がやたら強いんちゃう。うちはなんか人志が少ないでしょ、どう考えても。じゃあ戸籍名ないなんて、おつぜひとしは人志を殺す、人志のお墓っていうもの、あらゆる人志が集い殺される場所、それがおつぜひとしっていう戸籍名がね、 Y 染色体殺すっていう名前なんです。実は Y 染色体が男性の染色体として本当に最適かどうかっていう実験やって言ってなかった、山中伸弥先生があの世で言ってたやろ。うちあの先生部下やねん、一応。おいおいおいな、まるにかんかんな好きよあんた